近未来的な最強ゲートを作ってみないか。サバイバル始めたての頃は石を掘って穴を広げて扉つけて地下に拠点を構えるけど、意味もなく鉄の扉を作ったりして、赤石なしでは開けられない事実に気づいて絶望しますよね。慣れてきたら赤石調べて横にスライドする扉を作るのはあるあるだけど、今回はこんな感じのボタンで開閉するバリケードを作ってみよう。その前に見返せるようにいいねで保存したら授業開始。これは横から見た断面図で、木のフェンスとネザーレンガのフェンスは隣接しても閉じないけど、互い違いに置いて片方を縦にずらせば横が揃って閉じる仕組みなので、縦にずらしたい。つまりそうです、ピストンですね。下に2マス掘ってピストンを置いて、上も2マス掘ってピストンを置いて、床の穴にフェンス追加したらピストン起動で開閉できるね。2マス離れた位置にボタンを置いて、ピストンまで通電したいのでどうするかというと、ボタンの下に血だまりを作りましょう。ボタンを押したらその下が動力ブロックになって、血だまりが光ってその隣も動力ブロックになってピストンに伝わる仕組みだね。でも同じようにボタンを置いて血だまりを置いて、反対側もボタンを置いて計4箇所作ったら上付きの階段に差し替えて完成。好評だったら他の装置も解説するから、チャンネル登録で応援してね。うるおいチャンネル。